はい、じゃあ今日は野球ティックトッカー VS カンナリレスポニー松本です。赤織です。ということでスーパー中学生軍団に我々が挑むんですよ。ボコボコにしていいですか？君が頑張らないと多分勝てない。余裕でいきます。しかも公式勝負強いって俺のためにある言葉なんで。マジでいい意味ですか？マジでやってじゃん。もう詳しくはねゆきおり君の動画見てもらって。まあ確かにね、ここでしっかりとやっぱリベンジしとかないと。あいつは動画では結構売ってるけど実際ダメだったってなっちゃうから間違いなく、まあ、そうだね。そうなるよ。これは確かに如実に出るしね。どんだけ人間できてても絶対なる。だから一発一矢報いとこう。そうっす。余裕みたいな顔してるから。始まる前は何しても構わないです終わった後全てわかるんでじゃあルール説明をお願いします。3イニング対決でいきましょうか。3イニングで何点取れるか。際どい野球は話し合ったりじゃんけんです。タッチアップとかは距離によってはありで、お互い合意のもとで。全ては、まあ、ピッチャーやってもらうんですけど、しずこ4番のナルテ君にやってもらうんで審判も含めてね。彼リベースだから。リベースだぞ今。もちろん。今度変えようか。僕らが圧倒的に勝てばいい話。間違いない。負けないんで。言うね言うね。ちなみに負けたらどうする？ケツ出して踊りますよ見たいな。見たいっす。見たくはないでしょ俺のケツ踊り見たくはないでしょじゃあやってみましょう。オッケー。よし。よし。じゃあいくぜ。ネット前シングルだ。レイバップオナさん決めるよ。ありおっしゃいいファーストファーストラインマジ1点を取ったから絶対もうやばいから1点を取ろう。じゃあ走者一掃の行きますか。じゃあやったー。キリーライト前。さっきねホームランの打ち方をね教えていただいたんですよ。敵に後悔してるわ。いやー俺めっちゃ打ってないマジで。1点です。ワンマン早い早い。ポイントやばいわまあ何でもですけどね。ちょっと待ってちょっと待ってちょっとマジでやばいよ今2回ともアウトになってくから。湯崎さんマジでホームラン行きましょう。とりあえず回してほしいでしょ。回してほしいです。だよね。ちょマジ取り返します。今日いいところが本当に出てる。間違いないです。よし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 。いや素晴らしい。ちょっと待ってトイクトイクだけおぉスイカなの普通に一瞬以来だし。どうだった今の。セボイっすね。出てよな、これだったら。4点取ったら才能でしょ。女の4本で。俺に任しとけとか言って、全部アウトになってるから。分かる人には分かる。ちょっとやってますかね。どうする？え？質問したいやつ、次でしょ。サードライナーじゃない今の。ヒントしたね。ライナーで分かるんですか。ライナーで。あー、やばい。手やばい。もう一丁俺まだ全然いけるよ。お前だって俺10件目だろ今。決戦やる。決戦決戦ビートする対決。1打席ずつ打って1回ずつ打ってホームラン4点で3塁打4塁打が判定。いくぜ。いい球よ。ゆうけあーいやショートラインさすがにないな。2塁2塁2塁が使えねえなうちの相棒は。何言ったんだよお前やばい。1点優しいの？いいの？優しいね。いいの？通過ちげえよやっぱり。別に俺が打たないからいいって言われたら。そうだよ。そうだよ。おお。これはキスでしょ。4は強いよ。俺は3。ええ。
かな、さすがに。危ねー。3じゃあ、ツーベースで勝ちね。えぐー、抜けた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 、この打球の速さ抜けた。じゃラスト代表戦で、代表戦ですね。いや、お前、お前無理だ。いやいや、僕でしょ。これで俺の全責任がなくなった。よっしゃ、はい、これはレフトフライ。うそ、入った。これは2でいきましょう。そうだね。やーもう、やーいや、もう無理だろ、これは。これはもう無理、もう勝ってる先輩分かってるわ、やっぱり。ということで、アラさん、よっしゃ、今日の先輩は見きこりなんで、なんとかダンスやってもらいましょう。いや、勝ったかも。個人的に負け取りや、惨敗やん。あれで野球テクとか言っていいの、本当に。俺が変わるかも。じゃあ、一つ用意します。笑わんかったらもう一回やって。顔すぐ見るから。いただいてみてもらっていいですか。はい、中指中心、体操の台形に開け、バカ。なんだから僕、邪魔笑わなきゃ。次は頑張ろうね。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。